はい、はい、はい、じゃあこちらが裾上げテープ付き、これもセルフお直しロングスリットトップス&パンツセットアップです。はい、はい、お色がまず毎着ているダークグリーン、はい、と、私が着ているモカベージュ、はいはい、の2色展開になっております。はい、ではお値段いきます。じゃじゃん、3990円、イエーイ。はい、でこちらも7月16日金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、じゃあポイントお願いします。はい、はい、これね、なんかすごいね、あの着やすい感じの、うん、ニット層かな、うん、ね、ニット層すごいよね、気持ちいい、伸縮性がすごいあって、はい、でも冬でも着やすい、これスキンはしないけど、このくらいね、なんか後ろがイーちゃんがちょっと透けてる感じわかりますか、うん、伸ばしたらで分厚すぎない、あの秋冬のニット層っていうよりも、うんうん、ちょっと夏にぴったりの薄手っぽい感じのお素材を使ってます。なのでなんか今着ててもめっちゃストレスフリーやし、なんせ軽い生地が、うんうん、なのでお家でなんか着るのにすごい良さそうで、あのこれセパレートになってるので、もちろんトップスだけで着る、ボトムだけで別の商品するとかでももちろん可能です。はい、はい、今ちょっと2人ともセットで着てるんですが、うん、そんな感じで、ちょっとこの色見えにくいからイーちゃんでセットしてる。これ結構ね、着丈長くなってます。トップス丈、ワンピ丈かな、結構着丈は長くって、うん、で、ちょうど 骨盤ぐらい、うん、くびれよりちょっと下のところまでスリットが入っているま、いる、いる、いる入ってます、はい、そう、はい、こんな感じ、結んである感じ、うん、ここも開いてて、そこから下にまたスリットが入ってる感じですね。ここになんか一結びされてる、そう、一結びそう、一結びされてる、うん、はい、感じです。で、首元もあの詰まりすぎてますっていうネックな感じです、はい、で、パンツはね、またこれは履き心地がよくっていいですね、これ、ウエストね、そう思うかな、これ結構柔らかくて伸びるし、うん、で、ここにちょっとタックが入ってて、で、ポケットもちゃんとついてるし、はい、これはね、ヒップ、太もも下10センチ、15センチぐらいまでは、うん、あの裏地がついてるので、はい、さっき生地がちょっと薄めってお伝えしたんですけど、夏におすすめな、うん、あの下地自体は透けないと思います。はい、裏地がしっかりカサカサしない柔らかい裏地がついてます、うん、はい、で、これもあの1点目に紹介したあのパンツと同様、裾上げテープがついているので、はい、そう、そう、これね、じゃん、これね、はい、両面の、うん、このこういう感じの、はい、テープがついているので、あのとこっちのね、トップスがのワンちゃん、はい、の丈も上げれるし、うんうんうん、このボトムの股下も上げれます。なんでボトムの股下ね、もともとちょっと長め、うん、だから折らなければもう170センチぐらいの方がすごい綺麗に丈る股下になってる、はい、です。はい、でこれを使って、うん、あの一番最初にいろいろ裾上げの方法とかは説明してるのと、うん、あと特集で、うん、あの作ってくださってるものがあるので、それを見ながらぜひやってみてください。はい、はい、グリーンおしゃれです、ね、グリーンおしゃれだよね、やっぱりちょっと締まるかな、うん、ベージュに比べると、はい、はい、うん、シルエットがおしゃれで合わせやすいし、お値段も可愛いしですね。確かにセットだからね、うん、これね、セットで3990円で、うん、ね、1個2000円ぐらいってことだからね、すごい安いと思う。そうなんです。はい、汗染み検証お願いします。多分汗染みやったら私の方がそうだね、濃くなるかな。うん、めっちゃ濡らしてるけど、うん、うん、そこまでだね、うん、なんか染み込まないあんまり、うん、あんまならないです。結構ベタベタにいて、今私こう肌に触れてるとこ濡れてるんですけど、うんうん、あ、こっちは濡れてる、ほら、染み込んでなくって、多分ベタベタにもうぎゅうぎゅうにこうやってして染み込ませたら染み込むかもしれないんですけど、でも表にはほぼ出てないので、うん、うん、ベージュでも夏場着ていただいても涼しいし、あとね、脇がすごい空いてるので、うん、これね、いいですよ、うん、脇汗とかの心配はないですよね、うん、すごい楽です、うん、はい、はい、ブルベ夏にはブラウン難しいって言っていただいてるんですけど、私ブルベ夏です、うん、はい、
大丈夫だと思います。なんかちょっとモカ系もベージュなので、はい、色合いいけると、もっと薄いベージュになっちゃうとなんか裸みたいに見える場合もあるんですけど、これはいけると思います。はい、上下別々にコーデ組めるかな。組めると思う。いけると思いますよ、うん、下にデニム入ってたね、うん、じゃあ私下にデニムバージョンしようか、はい、テンポデニム履こうか下に、はい、はい、じゃあ上下別々にイーちゃんがうん、してくれます。はい、組んでくれます。で、生地が柔らかい分肉感を拾っちゃうのかなって質問来てるんですが、結構身幅ゆったりしてます、うんうん。ゆったりしてるからあんまりラインも拾わなそうです。袖丈もゆとりがあるし、袖幅もゆとりがあるし、袖丈も結構長めで、二の腕も柔らかい分ちょっとだけこうね、ドレープが効いてカバーされるし、でパンツもそこまでどうかな。パンツの方がまだ拾いやすいじゃないですかね、こっちよりは、うんうん、どっちか比べて選ぶとするならばっていう感じなんですが、それこそこういうね、丈が長いし上に着るものを合わせると全然それも気にならないと思います。はい、プールとか海の時にも使いやすそう。確かに、うん、どうも、な、いい感じで涼しいしね、はい、いつもバラも選びがちだけど、グリーンかわいい。これもね、絶妙なグリーン。さっきの私のトップスの、マイマイヒンバのトップスのグリーンはもっとパキッとしてるんだけど、これはちょっとモスグリーンっていう感じです。はい。デニムと、うん。ね、いいです。いい感じですよね。うん。私服に使いやすいね。うん、全然使えますね。なんか、こういうセットアップだと、なんかちょっとワンマイル、フェア感もあるし、でももちろ ん, なんかヒールとか合わせてちょっとねバッグとか綺麗めなやつ持ったらお出かけにももちろんいいんですけど、やっぱデニムとか合わせるとよりちょっとカジュアルな感じ、うんうん、で合わせれるかなと思います。はい、マイマイ、じゃあ下上を何か変えてきて、ね、うん、うん、はい、二の腕周りきついの苦手だからゆったりしてるのいいな。これめっちゃゆったりです、うん、なんかもう何やろ、硬いがいい、ここに縛ってるもの何もないんで、うん、なんかあのね、すごく楽、肩しかフィットしてない、はい、でもめちゃくちゃ楽です。スカートもパンツもちらっとおしゃれ、おしゃれやと思います。あのそれこそ今日のこのオレンジのパンツ合わせとかも可愛いと思う。下にオレンジ、え、めっちゃ可愛い色合いが、ぜひしてほしいです。これも両方裾上げてきるし、みーちゃんのデニムのカラーはライトブルー、そうですね、これはライトブルーの S サイズを着用しています。はい、みーちゃんがさっき履いてたサンダルを教えてほしいです。これは去年からすごい人気のサンダルですよ。で私も去年持ってた、確か。またちょっと後で調べておきますね。はい。はい、マイマイっぽいね。なんかシンプル。シンプル。かわいい。なんか T シャツ合わせるとちょっとカジュアルな感じになっちゃいます。うんうん、そうなったので、ちょっと切り目な感じで着れるように、はい、合わせてみました。はい。はい。こんな感じです。なので別々でも、もちろん着ていただけます。はい。はい。ちょっとサンダルを探すので、マイマイコメントお願いします。ね。なんかてか、すごいパンツの形が、うん、綺麗。あ、確かに綺麗。ここはあれかな、そうそうそう、ちょっと膝がキュッとなってる感じ、うんうん、すごい足が長く見えると思います。はい、はい、合わせ方次第でセクシーだって確かにね、スリットが入ってるので、はい、うん、ね、いろいろいいですね、うん、はい、マイマイのトップス、こっちはね S だと思います。 M だった M だった M と L の展開やった。 M と S と M、 S とちょっとそれも見ますねM と L、 あ、でも M と L かもね。じゃあちっちゃい方のサイズだかな、うん、なぜどっちも M サイズでした、うん、はい、マイマイ次ライブいつ出ますか。マイマイは次は、あ、4連休明けの木曜日、あ、うん、再来週ですかね、はい、にライブ出ます。モノトーンもセクシーですねって、ね、モノトーンもすごいね、セクシーかしら、
はい、すごい大人っぽい感じになりますね、うん、はい、サンダルが出てこないんだ、ちょっと待ってくださいね。あれ何で出てくるんやろ。サンダルで検索したの。サンダルで検索したんだけど、人気順で言ったらいいかな、新着順で見てるから、うん、私たが調節できるのに、しかもセットでその価格は安い。ありがとうございます。ありがとうございます。出てきました。愛の1836、愛の1836っていう品番のサンダルを履いておりました。はい。よし。ずっと座ってたりすると膝の形出そうですか？これはね、そんなに伸びたりはしなそうだけどな。てかもっとタイトな形だったら、こう屈伸することによって、うんうんうん、ここ肘が伸びちゃうんですけど、はい、これもともと膝の幅にちょっとゆとりがあるので、はい、だからこうしても全然大丈夫と、うんうん、そんなに伸びたりはしないと思います。そうですね、はい、まあ、伸縮性はあるけど、なんかちゃんと戻ってくれる感じもあるし、うんうん、大丈夫だと思います。はい、はい、来週木曜日が祝日なら水曜にライブあるのかなと石さんいただいてるんですが、そうなんですよ、祝日だから火曜日と水曜日、うんうん、に両方新作紹介ライブをする予定です。はい、はい、そう、 SM と ML の展開のトップスですね、これ確か。でもこの表記は多分 M と L な気がする。じゃあ小さい方です、うん、そうですね、はいはい、うんうん、お尻の形目立ちますか？どうですか？うん、いやでもなんか下のパツッとはなってないから、うんうん、なんか伸縮性があるので程よく沿うっていう感じですかね。うん、前のキップの幅も結構ゆとりがあるし、はい、ここね、お尻の幅もそんなにこうパツパツでこうタイトな感じではないので、うんうん、まあ素材的に広いはするけど、そんな中すごいっていう感じでもないです、ね、苦しいみたいなのもないし、うん、はい、であと洗濯表記は、こちらお洗濯お家でできますので、うん、はい、手洗いとかではないです。はい、はい、